俺たちはカラス。負けっぱなしじゃ終わらねえ。そうだろ。スズランと宝泉は休戦協定結んだはずだろ。今の宝泉は強えぞ。俺たちが手を組まねえと潰されちまう。スズラン叩くぞ。ブッツブース。ほら終われねえんだよ。お前のパンチには怒りしかねえ。これでスズランが一つになるとでも思ったか。半端な気持ちでしょってんじゃねえぞ。自分を信じろ。全部壊してゼロになれ。内容はほぼ決まってません。シローズ、オグリ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 。実話に基づく白瀬塾の歴史を完全舞台化。イエーイ。ということでノンフィクションですか。ノンフィクションです。完全な、まあ、意外に僕たちがどういう順番で出会って、うん、そうそうそう、でまたどういう当時どういう気持ちだったかとか、うん、そういうの知る方って少ないと思う。ほぼいないじゃないですか、うんうん、今のとなっては、まあ、それの実話に基づいた感じでドラマを組み立てている。はいですね。そういう噂があるんです。そういう噂があるんです。噂に違うの内容となっております。おぐりにシローズのオリジナルパンフレット来場者全員にプレゼントします。うぃ、はい、みんなパンフレット知ってるんですか。パンフレットって映画のパンフレットとかさ、僕らのパンフレットとか何ページもあって、なんかインタビューの人とか写真とか、それぞれのキャラ紹介やったとか、そういうことが載ってる、はい、舞台に行ったような記念とかですね。もうその日にはもうその日にしか、そうですね。まあ後で終わった後 も振り返って、白瀬塾の歴史っていうのをさ、先見せるって言ったけどさ、うん、パッと見ただけでは覚えられへんやろから、パンフレットとか見てたら、うん、そうやったなって再度確認してくれてもいいしね。通常これ買ったらいくらなんですか。通常これ買ったら 28,565 円。のところが、今回電卓叩かしてほしいんですけど、まあ無料です。あ、そうですね。おぐりさん、オラオラライブにて丸い丸か丸丸丸披露。うるせえ、やったんぞ。うるせえ、また強いじゃん。新曲でうるせえ、いけよお前。まっこらお前、まっこら運転車の前。うるせえ、動かせ。人形持ってねえ。ということで新曲やりまーす。どうぞ。おぐり4クラス最高まるまるストリーム配信。うい、これもね、今回はバトルオーディションになってるんですよ。またやったろかよ。またあれを決めますから。あれを決めます。あれ決めちゃう。あれ決めちゃいます。そしてこれクラス最高という存在があって、ゴミくずかす、またクラス会をするわけですけど、その新クラス買ったクラスでいいことがやば。何だろう、これまたガッシュの自腹で。またそして当日来られへんみんなも、なんで東京だけしかやってくれへんのっていう声にもお答えして、ちゃんと配信しますんでチェックしておいてくださいよ。しぐれー、おぐり5青春タイムカプセル。はい、ということで、はい、まあ、今まで数々、はい、恋バナ花火や、こういうキュンとする青春企画をやりましたね。今回青春タイムカプセル、はい、タイムカプセルみんな知ってるかな。出たことある人、小学生の時でもやったことある。大体小学校の時とか二十歳になったらとか何十年後かの時期みたいな感じやか。ただし白瀬塾の青春タイムカプセルは、うん、一味違います。一味違います。違いますよ。ここはみんなでタイムカプセルを作って青春を感じていきましょう。オッケー。そんな感じでいいかな。いいのだ。ええちゃう。
壊すなよ。自然破壊やめろ。シャハハハ。